首都圏の通勤電車の半分をこちらで作ってるって聞きました。知ってました。私も知っております、はい、知らない方多いってことですよね。そうですね、知られている電車が多いということなんですよね、はい、うん、新潟市秋葉区を拠点にですね、主に JR さんの車両を中心にですね、車両の製造を行っております。面積はですね、ここ15万平方メートル、まあ、東京ドームでいうと3個分の面積になります。外枠だけできて中身が何にもない状態なので、ここだけ見ると本当になんか電車、これから電車になるのか。偽装工場となりまして、主に車両の内装であったり、まあ、機類を取り付けるような工場となっております。改革からどんな感じがどうつくんですかね。今段ボールになってて自分もできた。だって気持ちいいと思う。首都圏の通勤電車の半分をこちらで作ってるって聞きました。 そうなんですよ、はい、それを関東にまでどうやって運んでるんですかね。実は普通の線路を走ってるんですね。線路上走ってんだ、普通の通常ダイヤの隙間を縫いながら走ってるんです。新潟で山手線が走っていたりするってことですか。次新越線とか上越線とか。